チの状態から勝つなんてすげえ。さすがプロ、さすが世界大会。何があるかわかんないや。だいぶ興奮してますね。当たり前だろ、あんな神試合を生で見れるなんて最高。コロコロの懸賞でフォトナ世界大会観戦チケットが当たってよかったですね。ほんとそれな。はあ、プロのプレーを見てたら俺も上手くなった気がしてきた。今なら大会に出ても勝てちゃうかも。サトシ君が大会に？鬼ヤバですね。ブラックチャンネル、こんな動画撮ってみませんか？大会に出れるの？俺ちゃんと契約すれば出場できます。相変わらず分厚いな。書いてあるのはいつも通り、出演する動画の内容に文句は言いませんですよ。オーケー、サインと。ディール。聞いてて。どうしたんですか？お腹が。トイレならあっちですよ。でも、もうすぐ出番なんだ。出番？そうだ、君、僕の代わりに大会に出場してくれないか？プロ VS 雑魚。フォートナイト世界大会ソロ部門第1回戦。緊張してきた。頑張ってください、サトシ君。じ。どこ降りようかな。あっちはいっぱい人いるし、ここ？いや、やっぱりあそこ？まだ降りてもないのに。かか、優柔不断はいけませんね。よし、今度は降りられたぞ。武器を見つけて。はぁ、なんで？300m 先から狙撃されちゃいましたね。さすがプロの世界。そんなのあり？今度は武器も持ったし戦えるぞ。こいつ、もしかして武器持ってない？チャンス！うおぉ！プロがこんなにいたら勝てるわけないや。かか、武器を持っていない相手にやられるのは傑作でしたよ。じぃー！ B ブロックを勝ち抜いたのは、馬尾選手。へぇー！はぁ、分かってたよ。俺が勝てるわけないことくらい。まだデュオ部門が残っていますよ。頑張ってください。どうせ勝てっこないよ。やる前から弱気じゃダメでしょ。え？自分ができることを精一杯やろ。ネフライトさん？本物？かか、サトシ君の仲間があのネフライト君だなんて、鬼ヤバですね。鬼ヤバだよ。ネフライトさんはフォートナイトシーズン5でアジア1位を取った最強プレイヤーだぞ。詳しいですね。俺の憧れなんだから当然。さあ始まるよ。最強の仲間。どんどん順位が上がっていく。これほど心強い味方はいませんね。しまった。ごめんね、フライトさん。大丈夫、ダウンしないよう敵に撃たれた方向に壁を立てるのを徹底するように。あ、はい。完全に足手まといですね、サトシ君。うるさい。ここまでいいところなしですね。俺が倒す前にネフライトさんが倒しちゃうんだよ。あと一人。俺だって少しは役に立ちたいんだ。ネフライトさん。かか、さすがです、サトシ君。足を引っ張る天才ですね。じー、ドゥルルル、どうしよう。俺一人じゃ絶対勝てない。やばい、撃ってきた。ネフライトさんが言ってた通り壁を立てて、ここからどうすれば。もうやけくそだ。うわー、サトシ君、やったね。ビクロイだよ。やったー。相手の残り体力がわずかだったので、一発でも弾を当てれば倒せる状態でしたね。優勝？フォートナイト世界大会デュオ部門優勝はネフライト&サトシ。プロがたくさんいる中優勝しちゃった。ほとんどネフライト君のおかげですけどね。でも最後敵倒したの俺だし。君のおかげだよ。ほらな。憧れの人と一緒にプレイできただけじゃなく、優勝も経験できてよかったですね。じ。取れ高はバッチリなので契約は終了です。これからもよろし。
君、誰？あ、まずい！契約が終了したから俺がここにいるのはおかしいんだ！警備員さん、部外者がステージに上がってますよ！部外者じゃないです！優勝もしたし！参加者登録をしていない奴は部外者です！優勝も取り消しだ！そんな！カッカッカ！これが勝手に大会に乱入した小学生の末路。 This is エンターテイメント。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録・高評価よろしくです。次の鬼ヤバなテーマは君かもしれませんよ。